この青いハンカチ運動は新型コロナウイルスの対応にあたる医療従事者に感謝の思いを伝えようと全国各地で取り組んでいるもので、映画幸せの黄色いハンカチをモチーフにしています。猪苗代町の道の駅猪苗代では雄大な磐梯山を背におよそ60枚の青いハンカチが掲げられています。ハンカチ1枚1枚に道の駅職員のメッセージが書かれていて、ありがとうございますなど医療従事者への感謝が記されています。医療従事者の方に対する感謝の色だということで、それに統一して掲げました。青いハンカチは猪苗代スキー場などでも掲げられています。